47都道府県作りたいものを作ってみよう2週目。今回は中部地方より福井県になります。福井県で有名なものって言ったら、まあ自分なんか最初に思い浮かぶのはもうメガネのフレームですね。でも最近新たに有名になったなと思うのは油揚げですかね。その福井県にあるその油揚げの専門店の谷口屋っていうところがありまして、そこで売られてる油揚げっていうのがもう長時間その豆腐をもうじっくりと揚げて、もう他の油揚げとは全く違うようなもうかなり美味しい油揚げっていうのが有名なんだそうですけども、やっぱりそういったのをもう家庭で作るってなったらもう技術的にも時間的にも無理だなと思いまして、それでいろいろ調べたら谷口屋はその油揚げの他にも豆腐を使ったカツ、豆腐カツっていうのも売ってるみたいで、これならまあ作れそうかなって思いまして、今回は豆腐カツを作ってみたいと思います。うまいこと言ったらなんかお肉みたいな感じになるみたいです。はい、しばらく置いて豆腐がこんな感じでぺしゃんこになりました。そしたらこれを4つに切り分けて、さらに縦にも半分切ります。これが豆腐カツ1個分ぐらいの大きさだったと思うんですよね。そしたら片面に下味として塩コショウを振ります。そしたらこれに小麦粉をまんべんなくまぶして、次にその小麦粉に水を少量加えてこれを混ぜて、これに豆腐をくぐらせてからパン粉をまぶしていきます。はい、これで仕込みが完了しました。衣をつけてからしばらく置いておくと揚げてる時に衣が剥がれにくくなるらしいです。それでは豆腐カツ揚げていきたいと思います。結構淡い揚げ色だったんで、そんながっつりと揚げる必要はないと思うんですよね。というわけで4つ投入しまして、しばし待ちましょう。よいしょ。あ、いいですね。ちょうどなんか厚揚げみたいな感じの揚げ色じゃないですか。できました。こちらが豆腐カツになります。まあなんでしょうね、パン粉のついた揚げ豆腐ですよね。でもこうやってトマトとかサラダとかあしらうと、まあなんとなく洋風っぽく見えなくもないっていう。それじゃあ早速中身の方を見てみますか。まあ中身っつってもまあ見てみると、まあ豆腐ですよね。純白だ。そんでやっぱりカツなんでソースにつけていただきます。果たして豆腐とソース相性がいいのか。いただきます。うん、あり。この豆腐のふわふわとパン粉のサクサクが非常にこうなんて言うんでしょう、歯ごたえのコントラストと言いましょうか、違いが結構楽しめて、そこにソースの酸味がですね非常に合いますね。ただまあ味はまあ淡白な豆腐の味で、まあ肉かって言われたら肉ではないですけどね。今回豆腐1丁で8枚分作れたんですけども、8枚も食ったらこれ結構腹膨れると思いますよ。結構腹持ちいいと思います。肉なんかだとね生焼けの心配とかありますけども、これだったらまあ爆発する恐れがあるかもしれないですけども簡単にできますんで、ぜひと皆さん豆腐カツ作ってみてください。